はい、どうもこんにちは、もとです。本日はですね、大人気 SAR の女性トレーナーたちについて調べてきたので、参考程度に聞いていただけると嬉しいです。私事ですが、今年でチャンネル登録1500人を目指しております。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは紹介していきます。購入は自己責任でよろしくお願いします。1枚目はキハダ SAR です。メルカリでの高値では13,000円での取引がありました。購入相場的には1万円から12,000円での取引がありました。2枚目はカイ SAR です。高値では約6,600円での取引がありました。購入相場的には4,200円から6,000円での取引がありました。3枚目はエリカの正体 SAR です。高値では約8,900円での取引がありました。購入相場的には7,800円から8,700円での取引がありました。4枚目はパラソルお姉さん SAR です。高値では7,800円での取引がありました。購入相場的には6,000円から7,400円での取引がありました。5枚目はチリ SAR です。高値では4,500円での取引がありました。購入相場的には3,200円から4,200円での取引がありました。6枚目はミモザ SAR です。高値では21,700円での取引がありました。購入相場的には18,000円から21,000円での取引がありました。7枚目はシャイニーナンジャモ SAR です。高値では14,000円での取引がありました。購入相場的には10,000円から13,800円での取引がありました。最後はクレイバーストナンジャモ SAR です。高値では57,000円での取引がありました。購入相場的には47,000円から55,000円での取引がありました。6月にはスカバイの再販もあるため、ミモザ SAR の価格に変化がありますね。またもしかするとクレイバーストの再販の噂もあるため、ナンジャモ SAR もその影響を受けている可能性はありますね。今後も価格帯を追っていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。